深い声でないとシラブル数が正しくなりません。例えば children は2シラブルですが、口先で発音すると children どれとどうしてもなります。 tree 木も tree と首の奥で言って初めて1シラブルに収まりますが、口先で言うと tree と2つに分かれてしまいます。いくつか例を並列してあげたいと思います。drink これいいです。 drink と一つの塊で言いますけれども、口先で言うと drink d と r が drink と二つに分かれてしまいます。 drink 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 というわけで、この深い声でないとという声でないとシラブル数が正しくならないという話でした。英語のどまた明日。